今の市場があったとして、うん、10年後には100倍になるっていうふうに言われてるんですよ。マイクロソフトだとかディズニーだとか、すごくリーダー的な存在だったりもするんです、うん、こんにちは、ニュースピックス地球支局の岡です。普段はグリーン経済をテーマに取材をしています。今回のトピックはカーボンクレジットです。なんぞやというふうに思うかもしれないんですけども、ぜひこれ最後まで見てください。これね、アップルとかマイクロソフトとか世界の超一流企業が本気で取り組んでいるすごい重要なトピックなんです。多分2020年代最も重要なビジネス教養の一つになると思う。だから今回は超入門編として基礎の基礎から解説します。カーボンクレジットっていうのは CO2 とか温室効果ガスの排出を削減できた効果を権利として売買できるようにした仕組みのことです。ちょっとイメージがつきにくいと思うんですけれども、どういうことかっていうと、今気候変動対策としてどんな企業も CO2 を出す量を減らさなきゃいけない。でみんな例えば省エネするとか再エネを導入するとかで減らしていくんだけど、どうしてもそれでも減らしきれない部分がある。ここをゼロにしなきゃいけないっていうので登場するのがカーボンクレジットです。例えば身近な例でいくとアップルウォッチはカーボンニュートラルになりましたっていうリリースが話題になりました。これどうやってるかっていうと、できるだけ製造時にかかってくる電力だとか、あるいは運輸の時に出てくる CO2 だとか、そういうのを減らしました。でも排出を削減できない部分っていうのをカーボンクレジットを買ってきて補填するっていうことをやっています。この時のカーボンクレジットっていうのは、どこかの誰かが世界で CO2 を例えば3トン減らしてくれました、それを総裁に使ってるっていうイメージです。CO2 削減とかがこう必要なこの時代でカーボンクレジットをどんな企業が今買ってるのか。結構ね、いろんな一流企業が買ってるんですよ。例えばマイクロソフトとかアップルだとかディズニーだとか、うん、企業によってまちまちではあるんですけど、多いのは航空業界だ。例えばデルタ航空とかだと27メガトン、メガって100万なのでかなりの量買ってますよね。それとかあとシェル、石油企業、あそこも6メガトンくらい、うん、で例えばネットフリックスだとかディズニーだとか、ああいうその自分たちがそんなに出してない人たちっていうのでも1メガトンに行くか行かないくらいの量で買ってたりするので、でしかも今の市場があったとして、10年後には100倍になるっていうふうに言われてるんですよ。みんなが買い出したらすっごく大きな市場になるっていうふうに言われてて、今盛り上がってるんです。なぜこの今のタイミングで盛り上がり始めたんですか？まずはみんなが減らさなきゃいけないってことがタイムラインとして見えてきたからっていうのはありますね。基本的に地球では500億トン CO2 が今出ていて、それをゼロにしなきゃいけないんですよ、2050年までに。でみんなが頑張って減らしてるっていう分はあるんだけど、それでもどうしても足りない分っていうのがあって、だからその分はカーボンクレジットっていうのが相殺しなきゃいけないっていうふうに言われてます。2050年までの期間までにやっぱりこの CO2 の削減っていうのはルールとしてもやっぱり厳しくなってるんでしょ。そうなんです、まさにだから今までは CO2 ってものを作ったりだとか物を運んだりするときにバンバン出てたわけですけど、企業としては無料で垂れ流しができていたわけなんですね。でもそれこそゴミをタダで出せないように、これからは出した分はちゃんとお掃除しましょうっていうのがルールとして義務付けられてくるんです。例えばこれくらい出せるっていう排出枠が決められたりだとか、あるいは炭素税みたいな形で出す人には税金がかかってきたり、他にも業界ごとのルールがあって、例えば航空業界とかは2027年とかからすでにルールが出てきて、超える量出しちゃうとお金払ってねみたいなことが起きてくるわけなんですね。実際マイクロソフトとかどういうふうにそのカーボンクレジットを買ってるのかってちょっと想像ができないんですけど、マイクロソフトとかは2030年までにカーボンネガティブゼロじゃなくてさらにマイナスになるっていうふうに言ってて、すごく先進的に取り組んでるんですね。ですごくリーダー的な存在だったりもするんです。そういうそのマイクロソフトだとかディズニーだとか、そういう面白い企業がどういうそのことをやってるのかっていうのもそうですし、いろいろ多分気になると思うので、実は今回専門家をお呼びしました。カーボンクレジットを作ったり売ったりっていうのを実際にしているフェイガーという会社なんですけども、彼にカーボンクレジットの基礎からどこで買えるのとか、どこで売ってるのとか、そういうところも含めていろいろ教えてもらいましょうか。本日はですね、カーボンクレジットにめちゃくちゃお詳しい石崎さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそも今そのいろんな企業が脱炭素しようってしてるじゃないですか、はい、アップルとかディズニーとかそれこそネットフリックスとか、はい、ああいうそのサービス系の企業とか必ずしもめちゃくちゃ出してるわけじゃないですよね。そうですね、うんうんうん、ディズニーとかもやってるんですか？ディズニーはやってます、うん、これちょっとめちゃくちゃかっこいいなと思うんですけど、はい、あのディズニーはと海外の森林の
こう保全を通して温室効果ガスの削減をこう進めるというところをやってるんですけれども、まあ、彼らというのはそれだけではなくて、まあ、その地域ってローカルの方、先住民の方がいらっしゃって、伐採するっていうのって違法伐採にはなっちゃうんですよ。生活のためにやってるんですね。でこの森林を保全しましょうというディズニーが言ったんですけれども、生活のために伐採してきた人たちを追い出すっていうのもそれはそれで違うというところで、この人たちに主な産業でコーヒーの栽培指導とか、あるいはよりこう効率的な調理器具を出したりとか、さらにそこで取れたコーヒーをディズニーランドいっぱいあるじゃないですか、あそこで販売までしてるんですよ。もうこれでいわゆる脱炭素だけではなくて、そこに住んでいた方の生活も含めて全てをこうちゃんとこうプロジェクトとして仕立て上げることによって、脱炭素もあるいはその地域コミュニティ、ローカルへの還元も同時に行うって、こういうプロジェクトをやっていて、ディズニーとして世界を代表する企業としてどうありたいかっていう、それを脱炭素も絡めながら体現しているという、まあ、そういうプロジェクトかなと思います。それこそマイクロソフトとかもこの領域ですごくリーダー的な企業って聞いたりするんですけど、はい、彼らどういうモチベーションで何やってるんですか？彼らは創業してから今までに出したものをこう全てネットゼロにしていくっていう、まあ、そういう宣言をなぜ、まあ、してるんですけれども、世界を代表する企業としてのこうあるべきだっていう男気みたいなものがマイクロソフトがこうあるべきですっていう背中を見せることによって、それは世界的にこうやらなきゃいけないっていうふうになるかなと私は思ってるんですけど、まあ、そういったところも分かった上でやっていかなきゃっていう、まあ、スタンスを見せてもらってるっていう感じかと思います。とはいえその男気が見せられるだけ の、 そのお金の余裕があればいいけど、なかなか日々ビジネスやっていくのもカツカツなのに、なんかよくわからんもん買えんわって人もいるじゃないですか、はい、日本企業だとどういう業界からまず進んでるんですか？まあ、先日自動車会社の松田さんがですね、森林クレジットを8年分購入するっていうところをこう出されてましたけど、徐々に動きは出てると思います。ただ自社の削減というところももちろん同時に進めていかなきゃいけないので、まあ、まずはそちらからっていう、まあ、企業さんが多いっていうのはが事実だと思います、うんうん、ちなみに、はい、今の話を聞いてカーボンクレジット買いたいと思った人たちはどうしたらいいんですか？どこで売ってるんですか？流通経路としては2パターンあって、うんうん、1つがマーケットプレイス型のところでこう買っていく、はい、最近東証がですね、うん、そういったマーケットプレイスをこうオープンしましたっていうところがあるんですけど、うんうん、まあ、そういったところでこうマッチングみたいな形で買っていく、うんうん、ちょっとなんかメルカリみたいな感じで、はい、いっぱいずらーって商品が並んでて、私買いたいっていうのと売りたいって人たちがマッチングする、そんな感じですか？そうですね、はい、うんうんうん、でもう一個は？もう一つがデベロッパーと呼ばれるカーボンクレジットを創出している、うんうん、まあ、プロジェクトをやっている人たちから直接買 う、 っていう、うん、じゃあ直営店みたいな感じなんですかね？直営店みたいな感じです、はい、で実際に買おうって思った時にもいろんな種類があるって聞いて混乱してるんですけど、はい、まあ、大きく分けるとそのリダクションとリムーバルって言われるんですけど、はい、リダクションというのは削減、今、はい、こんだけ出しているものをこれだけ削減できたのでこの差分をクレジットとしてしますっていうものと、うんうん、あとリムーバル除去って言われるものは空中にある温室効果ガスを地中に埋め込むとかですね、吸着するみたいな形でこう取り除いたもの、うん、そのざっくり大きく2つの削減したっていうのと除去したっていうの両方あるって聞いたんですけど、はい、代表的な例を教えていただいてもいいですか？代表的な例だと再エネ、省エネっていうこのエネルギーに関わるもの、うん、あるいはこの森林とか農業とか自然に関わるもの、うん、まあ、こういったものがあって、うんうん、まあ、あとはダックとかそういうすごく技術によったものとかですね、うんうんうん、まあ、正直いろんな種類がある中で、うん、まあ、それぞれいろんなプレイヤーさんがいろんなものを進めていて、それぞれクレジットになっているっていう、そういう流れ。ちなみにこの森林っていうのはイメージ湧くんですよ、はい、植林したら二酸化炭素吸ってくれるよね、はい、農業系っていうと例えばどんなのがあるんですか？例えば水田で水が張っていると思うんですけど、うんうん、それで細菌の作用でメタンが出てくる、メタンって温室効果ガス CO2 の28倍あるんですけど、まあ、これをちょっと乾かす工程を入れることなどによって、うん、このメタンの排出を抑えるっていう、これ削減です、うん、あとはちょっと技術的にまだまだこれからっていうのもあるんですけど、牛のゲップというところを減らすための配合飼料を作るとか、うんうん、これも農業系です。それも農業系に入るんですね、はい、このカーボンクレジットって私とかその個人でも買おうと思えば買えるものなんですか？買うことはできます、はい、身近な例で言うと、うん、航空会社さんでチケットを買うときに、あなたこのフライトで何キロ CO2 出してます、カーボンオフセットしますか、はい、っていうのが追加料金のところで聞かれたりします。そうです、そうです。私が例えばじゃあ今回のフライトオフセットしますよって言ったらカーボンクレジットを使われてるってことなんですか？そうですね。あとは、うん、
あんまり日本だとないんですけど、Eコマースで何か物を買った時にもうそういったものが出てくるっていう仕組みも海外だと物流の時とかに CO2 出てるからとかそういう感じなんですね、はい、ちなみに結構そういう個人で買うっていうのって増えてるんですか？ヨーロッパだと多いです。ヨーロッパか。多分価値観の問題で、うん、そうやって貢献していく方がかっこいいっていう、うん、そうか、はい、海外だとその銀行口座に紐付けてその銀行口座で その購買履歴を全部追いかけて、うん、そこであなたは今月何トン分出しました、でこれをちょっといくらいくら払うと、はい、全部植林に回します。なのであなたはなんかカーボンニュートラルマンですみたい な, なんかそれは銀行がそういうプランを、いやそういうあの銀行口座とこう紐付けてそういうことやってるスタートアップがいてですね、面白い、はい、あるいは日本ではサステナリさんという会社さんがその API、 あの航空会社とか、うん、Eコマースにこうちょっと API を提供して購買行動に関してこういくらいくら払っていただくとオフセットできます、こういうのがこう入っていたりとか、ちょっとずつそういうのができてきたりはしてます。カーボンクレジット別にそこら辺に落ちてる何でもいいっていうものではなくて、うんうん、いきなり見つかるものでもなくてですね、例えば2030年までにこれくらい減らしますって目標を企業結構出してますよね、はい、その時にいや実写で頑張ったんだけど足りないわ買わなきゃってなった時に駆け込みで買ってもすぐに買えるってもんじゃないんですか？買えるんですけれども、うん、クレジットの世界って質っていうのが今すごく、はい、議論されていて、うんうん、同じ1トンなら何買っても一緒でしょっていう考えではないんですよ、うん、あ違うんですか、はい、うん、そこに対してちゃんとガバナンスが効いているかとか計測って正確なんですかとかですね、例えばその森林の保全のプロジェクトですと、で山火事とか起きちゃうんで起きますよね、すごく極端な話、山火事で全部燃えちゃいましたって言ったらそのクレジットでいくら発行されててもそれ実質はゼロじゃないですか、はい、いやこういう時どうするんだっけみたいな話とか、あとはマングローブをすごく植えてたんだけれども管理ができてなくて全部枯れちゃいました、うん、まあ、こういった論点があって、それがこう正直ちょっと悪いものを買ってしまうと、まあ後で実はこれ削減できてませんでしたみたいなものになってしまって、こうメディアからすごくこう、うん、結構それで例えばデルタ航空とグッチとか割と名前の知れた企業とかが炎上したりしてましたよね、はい、例えばちょっとデルタ航空が集団訴訟を受けたっていうケースでいうと、はい、まあ、デルタ航空がオフセットしたプロジェクト自体が、うん、実はちょっと質の低いクレジットだった、本当にこの削減できているっていうところがにちょっと嫌疑があるという、まあ、そこに対して消費者がカーボンニュートラルだって言われたけれども実はそうじゃなかった、うん、ちょっとこれ騙されたんじゃないかっていうところでこう訴訟を受けているとか、うんうん、まあ、こういうケースがあります。こうした時にやっぱりカーボンクレジットでそういうそのニュースが相次ぐと、うん、視聴者の人たちもなんか不安じゃないですか、はい、カーボンクレジットってなんかうさんくさいんじゃない、はい、それこそ例えばネスレとか、はい、シェルとかいくつか今まで先進的に取り組んでた企業がちょっと一旦カーボンクレジットへのその、うん、手を緩めますっていう風な発表とかもしてましたよね、はい、カーボンクレジット、まあ、怖いっていうのも気持ちは分かるんですけど、うん、カーボンクレジットを買うこと自体はグリーンウォッシュではないんですよ、うんうん、ただカーボンクレジットを買ったんだけれどもそのプロジェクトがどんなプロジェクトかを公開しなかったりとか、うんうん、あるいは嘘ついて、うんうん、カーボンニュートラルですっていう実はあまりこう適切なプロジェクトじゃなかったんじゃないかって言われているというのが今のグリーンウォッシュ批判なんですね、うんうんうん、なのでしっかりこの個々のプロジェクトっていうものがちゃんと信頼できるのかっていうところを見極めた上で買うことがすごく重要で、もちろんリスクゼロにはなんないですけど、うん、計測の部分とか、うん、あるいはガバナンスの部分とか、うん、確かにここまでやってるんだったら、うん、その企業として投資に値するねってい こう判断ができたものを購入する、少なくともそのクレジットを買うときに、うん、まあ、ちゃんとデューデリをしていこうっていうところができるところかなと。このカーボンクレジット買うこと自体がグリーンウォッシュじゃないんだけれども、この質の担保、質がいいかどうかっていうのはすごく世界中で大事な問題となってきてます。だからこそガイドラインの策定だったり、あるいは買う企業側のリテラシーがすごく求められてくるんですね。私も実は森に行って1トンクレジットを買ってきたりしてます。カーボンクレジットの詳しい内容はニュースピックスでも記事でお届けしているので、ぜひ見てください。ご視聴ありがとうございました。